皆さんこんにちは。突然ですが、皆さんは自分の顔が好きでしょうか？自分の顔が大好きと言える人はあまり多くはないかと思います。かくいう私も特に思春期の頃は自分の容姿に悩んだものです。誰しも自分の顔、体型にコンプレックスを抱えていたり、好きではない部分はありますよね。おそらく世の中から生まれ変わったらあの人のような顔になりたいと思われている芸能界の美男美女でもどこかしら気になるところがあるのではないでしょうか。そんな人にとって整形も一つの手段かもしれません。今回の動画では過去に放送されていた主に整形により美を追求した番組について取り上げていきます。どこかタブーのように扱われがちな整形ではありますが、そもそも見た目が変われば人生も変わるのでしょうか。今回はそんな整形という手段で人生を変えようとした人々を失敗例、成功例を交えながら紹介したいと思います。また動画の後半では番組出演者の衝撃的なその後や打ち切り理由、やらせ疑惑なども解説していきます。そして今でも活躍しているとある有名女優も実は出演していたのですが、それについても触れていますので、どうぞ最後までご視聴ください。今回解説するのはビューティーコロシアムという番組です。この番組は和田アキ子さんを司会として2001年から2003年にフジテレビで放送されていました。レギュラー放送終了後も特別番組として何度か放送されていましたが、2011年2月22日の放送を最後に打ち切りとなったようです。この番組の基本的な流れとしては、まず容姿に悩みを抱えている相談者が登場します。そしてその容姿によってこれまでどんな辛い思いをしてきたかが紹介されるのです。その上で整形に対する決意を司会者やゲストに伝えます。ちなみに相談者の大半は女性ですが、男性や外国人、さらにニューハーフの方も出演したことがあります。相談者の思いと覚悟が伝われば、開けビューティーコロシアムという掛け声とともに扉が開きます。そうして美容の各分野のプロフェッショナルの手によって新しい自分と出会うという流れです。この番組で最も重要と言えるかもしれないポイントが覚悟を伝えるところです。このような番組では形式的演出の一環としてこのようなプロセスを置いていると思う方もいるかもしれません。しかしここでは美しくなるために自分で努力しないで安易に人に頼ろうとしていると見なされると、 MC やパネラーからこの番組は整形手術をするための番組ではない、ただ整形だけして人生が変わるとは思えないと諭されることも、整形手術をすることなく終わるケースも実際にあったんですね。というのもこの番組は整形を中心として扱っているのは事実ではあるのですが、それはあくまでも美を手に入れるための一手段であるという考えを番組側は持っていました。つまり整形しなくてもいいのなら他の手段を考えるというスタンスです。このあたりのコンセプトは番組側としても明言しており、番組の最後にも本番組は美容整形を奨励するものではないというようなテロップが流れていました。とはいえ見どころとしてはやはり容姿に悩む相談者が劇的に変化する姿でしょう。覚悟を決めた相談者の思いが番組に伝わり、開けビューティーコロシアムという掛け声とともに扉から出てくるプロフェッショナルたちはビューティーコメンテーターと呼ばれます。美のプロフェッショナルと聞くとなんだか美容整形のカリスマ、天才整形外科医のようなイメージを持つ方もいるかもしれません。しかし先述の通り整形一本の番組ではないので、美容整形外科の専門家以外にもメイクアップアーティストやヘアスタイリスト、歯科医なども参加しており、各分野の技術を結集して生まれ変わらせることを目的とした集団なのです。このように多彩な分野のプロフェッショナルによる技術助言や指導のもと、容姿を理想に近づけることができた相談者もいました。しかし相手は人間です。一人一人骨格や肌質なども違い、全く同じ人はいません。整形手術を行おうとしても骨格などの問題で手術が難しいケースもあり、1回の放送に収まらずに結果が次週に持ち越されることもありました。そして顔の作りによってはどうしようもないパーツもあるわけで、仕上がり後を見てこれは失敗だなと思わざるを得ない相談者もいたのが現実です。それではここからはそんな失敗したと思われる代表例を3つ紹介していきましょう。まず最初はイケメンに憧れる20歳です。この相談者は20歳という若い男性でした。
彼は特別容姿にコンプレックスがあったわけではないのですが、いわゆるイケメンへの憧れがあり、その強い思いで整形を決心しました。覚悟が認められ整形手術を行ったわけですが、結果が何とも微妙なものだったのです。視聴者からは、絶対に整形前の方がいいよな、中途半端に綺麗にしちゃったせいで気持ち悪くなってるというような声が集まりました。これ年を取った男性芸能人によくある顔ですよね。次はナメクジ女と呼ばれた女性です。目が小さいせいで小学校の頃からナメクジ女と言われいじめを受けてきたそうです。ナメクジだからということで給食の時間には塩をかけられたこともあったとか。子供って残酷ですよね。他にも気持ち悪いとか生臭いと罵声を浴びせられ、なんとか生臭さだけはどうにかできないかと1日3回もお風呂に入ったこともあるそうです。そんな相談者が人生を変えようと勇気を出して応募してきたわけですが、結果は残念なことになってしまいました。誰が見ても整形したとわかるくらいのおばさん顔になってしまったのです。番組内では大人の女になったなどの声が上がっていましたが、実際にはスタジオ内に微妙な空気が流れていました。視聴者の中には本人もなんとなくしょんぼりしていたように見えたと意見する人も。大人の女になったって特徴のない平凡な男性に優しそうというくらい便利な言葉ですよね。最後は魔女と呼ばれた女性です。この相談者のコンプレックスは左右非対称な顔でした。人間の顔は皆左右非対称であると言いますが、この女性の場合は一目でわかるほど左右の目の大きさが違っていたのです。そこで番組に相談したわけですが、施術後の姿が悪い意味で話題になりました。バランスがおかしい、どうにもならないから化粧で塗りつぶしましたって感じだな、ピカソかなどなど辛辣な意見がネット上にはあふれ返りました。そしてこの仕上がりもそうですが、もっと大きな問題があったのです。それは整形に失敗して左目の神経が切れたことで瞬きができなくなってしまっていたということ。この女性はもともと左右非対称な顔がコンプレックスだったのにもかかわらず、結果的には手術失敗でまた非対称になってしまったのです。そんな相談者にさらに追い打ちをかけるように、右目を二重にするだけでよかったのではなんて書き込みも。その投稿者がやっつけ仕事で二重にしてみた写真がこちらになります。個人的にはこちらの方がいいと思うのですが、皆さんはどう思いますでしょうか。ある意味整形のリスクを教えてくれた症例になったのかもしれません。以上3つの失敗例を挙げましたが、もちろん施術が成功かどうかは本人が決めることではありますが、美容整形の難しさを感じさせられますね。当然全てがこのようなケースではありません。そこでここからは番組の整形手術によって変身に成功した例を6つ紹介しましょう。まずは通称夏が嫌いな顎娘。この相談者はまるで三日月のように突き出た顎のせいで小さな頃からいじめられていきました。夏が嫌いな理由は、冬だったらハイネックのセーターやマフラー、ストールでコンプレックスの顎を隠せても、夏はそうもいかないからということのようです。ただ顎が出ていると聞くと、私のような素人からすれば単純に削ればいいのではと思ってしまいます。しかし実はこの相談者の場合は顎と一緒に下の歯が斜めに生えてしまっていたのです。そのためまずは歯を矯正してから整形手術を行うことになりました。結果的にかなりの期間を要したのですが、その甲斐あってフィギュアスケート選手の荒川静香さんにの綺麗な女性に大変身しました。次はネズミ男と呼ばれた女性のケースです。出っ歯に小さな目、突き出した顔から女性にもかかわらず、幼い頃からネズミ男と罵られてきた相談者。大人になればいじめられないかと思って耐えていたのですが、残念ながら状況は変わりませんでした。夜の仕事を始めると客から罵声を浴びせられたり、ステージに立たされて笑い物にされました。それだけでなく、出っ歯めがけてピーナッツ型ゲームの的になるという凄まじい経験をしてきたそうです。聞いているだけで気分が悪くなってくる話ですね。そんな人生を変えたいと番組に応募してきたのですが、診断の結果変身するのには2、3年かかると宣告されました。結局施術には番組最長の2年9ヶ月かかりましたが、
その結果目もパッチリとして歯も綺麗になっただけでなく、メイクアップで華やかな外見を手に入れたのです。コンプレックスが解消されたのか、うつむき加減だった表情も明るくなり堂々として見えました。3年近く頑張った甲斐がありましたね。さて次はフランケンと呼ばれた女性です。フランケンとはまたインパクトのあるあだ名ですが、離れた目、潰れたようにひしゃげた鼻、への字に曲がった口などの容姿から付けられたそう。満員電車でも彼女の周りだけ空席だったのは序の口で、タクシーに乗車拒否される、生ゴミを投げつけられるなど、これまで数え切れないほどの辛い経験をしてきたと語ります。他にもレストランで働いていた時には、客から顔が怖いから見たくないと罵倒されたり、彼女が働く厨房に顔が見えないよう壁を作られたりしたこともありました。そんな苦い経験もあって、意を決して彼女は番組に応募したんですね。ところが診断の結果、鼻甲内の軟骨が顔面に埋まっているせいで、整形しても難しいとまで言われてしまいました。しかし番組上、そのまま終わるわけにもいきません。ビューティーコメンテーターの名が泣きます。プロが知恵を出し合った結果、なんとか綺麗に生まれ変わることができたのです。ちなみにかかった費用は479万円だとか。ただこの番組ではクリニックの宣伝目的もあったため、応募者は全て無料で手術できたようです。次は不幸の三重奏の女性です。この不幸の三重奏というのは、まず彼女の母親が癌を発症してしまったこと、父親が糖尿病と高血圧を患っていたこと、そしてそんな両親の介護に追われる中、彼女自身が喘息に苦しんでいたことの3つが重なっていたことを指しています。かなりのハードモードですよね。その苦労がたたったのか、実年齢は58歳であるにもかかわらず、おばあちゃんのような見た目になってしまったことから番組に相談。そんな彼女も美のプロフェッショナルの手によって、とても若々しい姿に大変身を遂げました。全くの別人で美魔女のように生まれ変わりましたね。これなら40代と言われても違和感がないんじゃないでしょうか。次はカマキリ女と呼ばれた女性です。この相談者は実は生まれつきの容姿で悩んでいたわけではありません。彼女は小さな頃に顎を強打したことがあるのですが、その時には目立った外傷がなかったことから病院には行かず、そのまま放置していたのです。しかし実はこの時、顎の関節が外れてしまっていました。そしてそのまま成長したことで顔の輪郭が歪んでしまったのです。その顔のせいで子供の頃からカマキリ女、宇宙人、ムンクの叫びなどと呼ばれていじめられてきた彼女も、プロの手によって顔にも丸みが出て、締まりのある口元も実現、華やかな美人に生まれ変わることができました。目もパッチリになって、これで変なあだ名を付けられることもなくなったことでしょう。最後はお岩さんと呼ばれた女性です。お岩さんといえば、ホラー映画の貞子が出てくるまでは日本一有名だったであろう四谷怪談に登場する目が腫れた幽霊です。まさに日本の幽霊の代名詞と言えるかもしれません。この相談者の女性は、腫れぼったいまぶたが大きくかぶさった目、出っ歯で閉じない口元などからお岩さんと呼ばれ、常に人から避けられてきました。幼稚園から高校まで顔のことでいじめられ続け、スーパーのレジ打ちのアルバイトでは、彼女のレジには人が全く並ばず、たった2日間でクビになったという逸話もあります。そして高校卒業後もまともに就職できず、夜道を歩いている時にはすれ違う人が化け物と悲鳴を上げて逃げていくなど、ほとんど人間らしい扱いを受けてこなかったそう。だから彼女は、美しくなりたいというより人間扱いされたいという切実な思いで番組に応募したのです。そんな彼女の願いは叶い、この番組でまるで別人のように生まれ変わることができました。この変貌ぶりはビューティーコロシアムで一番の成功例とも呼ばれるくらいでした。この大変身をきっかけに、その後の人生も自信を持って明るく生きていけていることを願うばかりです。このように多くの相談者たちがこの番組で大変身を遂げたわけですが、気になるのはその後です。冒頭で触れたように、この番組では整形以外の手段で大変身するというパターンも存在します。例えばプロのメイクアップアーティストの手によって美しく生まれ変わった人もいるわけです。ただその場では綺麗になっても、結局自分の手で再現したり維持することができないということもあったようです。そんな中、ある番組でビューティーコロシアムで変身した女性2人のその後と現在が放送され話題になりました。そもそもビューティーコロシアムでは10年間の放送の中で277名もの女性が生まれ変わったそうです。
そこで番組のスタッフが美しく返信した相談者のその後の話を聞かせてほしいとオファーしたところ、過去を語りたくないという相談者がほとんどでした。しかしそのような中で2人の女性だけが出演を承諾し、現在の姿を見せてくれたのです。1人目の女性は番組内で整形しただけでなく、2ヶ月間で10キロのダイエットに成功して大変身しました。そして変身後は彼氏を作りたいと意気込んでいた彼女、しかし放送の9年後、カメラの前に現れた彼女は整形した目と鼻は綺麗にキープしていましたが、体の方はリバウンドしてしまっていました。彼女曰く、番組出演後に一目惚れしたという男性から手紙をもらったこともあるそうですが、内気な内面は変わらず彼氏はできなかったそうです。とはいえ今も彼氏を探していると前向きな発言もしており、リバウンドこそしてしまったもののポジティブに人生を歩めているようでした。そして2人目の女性ですが、当時の彼氏に痩せないと別れると言われ、11ヶ月で32キロものダイエットに成功しています。しかしその後の姿は彼女もしっかりリバウンドしてしまっていました。そもそもビューティーコロシアム出演後の1年後には体重が戻っていたようです。結局その彼氏とも破局したようですが、テレビのダイエット企画にもぜひ呼んでほしいと笑顔で語っていたり、なんだかんだ明るく生きられているようです。さてここまで2人の番組出演者のその後を紹介しました。で、実はもう一人番組出演後の人生が衝撃的な女性がいるのです。その相談者はビューティーコロシアムではデッパー骸骨ゲロというあだ名をつけられて、悩みながら人生を過ごしてきたことを明かしています。ビフォーの姿は一重で、どこかネクラな印象を与えるような雰囲気が特徴的でした。そして何より斜め横から見ると完全に露出してしまっている強烈な出っ歯。そんな彼女もビューティーコメンテーターの手によって大変身を遂げました。出っ歯を歯科矯正でまっすぐにして、目はパッチリ二重に、顎のラインもシャープになり、まさにギャルへと生まれ変わりました。アイドルでもおかしくない変貌にはネットも騒然となったほどの仕上がりでした。そしてこの回が放送された 3,4 ヶ月後、あることが再びネット上を賑やかしました。それはとある AV 女優のデビュー作が発売されたのですが、なんとその女優が番組に出演していた先ほどの相談者の女性だったのです。名義は柿沢ひとみとなっており、番組出演時の名前とは違っていたのですが、まだまだ視聴者の記憶に新しいうちにデビューしたため話題となりました。彼女のプロフィールは定期的に変わっており、最初のプロフィールは柿沢ひとみ、神奈川県出身、バスト B カップだったのですが、後に並木芽衣、東京都出身、バスト D カップになっています。一度大規模に整形したこともあり、顔以外にも手を加えることに抵抗がなくなったのかもしれません。ちなみに名前も違うのになぜ特定できたのかというと、唇横のほくろの位置やほうれい線、歯並びや声など多くの特徴が一致したことで、この女性と女優が同一人物であることが分かったそうです。こういう時のリサーチ班の執念には驚かされます。そしてデビューの理由にも様々な憶測が飛び交いました。デビューが番組出演から約3ヶ月後ということを考えると、綺麗になったことでスカウトされたというより、ビューティーコロシアム出演時にはすでに決まっていたという可能性の方が高いような気がしなくもありません。ビューティーコロシアムの施術費用は本人の負担がないことから、どこかの悪い人が相談者の借金返済などのために応募させたとうがった見方をする意見も、まあ真実は本人のみと知るというところですね。彼女は現在は引退しているようです。少し話は脱線しますが、並木芽衣さんは本人の知らないところで海外デビューを果たしているんですね。2014年頃、ネットである画像が投稿されました。それはタイの教科書の表紙です。なぜか教科書の表紙に AV として作成された画像が転載されており、それが彼女の出演作だったのです。話題になったせいか不明ですが、この画像は後に差し替えられています。さらに中国でも同様の出来事が起きています。2016年3月3日、中国版 LINE WeChat の人民日報公式アカウントにこのような記事が掲載されました。一流教師は一体どのように待遇すべきなのか。これはタイトルの通り教育現場の問題に切り込むようなシリアスな記事なのですが、その中には女性教師が黒板に向かっている画像が掲載されていました。それがなんとまたしても AV から切り抜いた並木芽衣さんの画像だったのです。しかもこれはタイの時と同じ作品からであり、発覚後すぐに削除されました。
まさか中国政府配信の記事でこのようなことがあるとは、なかなかインパクトがある事件と言えます。このように本人の預かり知らんところで海外デビューを2回も果たしたというわけです。実はこの番組に今も大活躍している人気女優が出ていたことがあるのをご存知でしょうか。それは綾瀬はるかさんです。もちろんビューティーコロシアムで整形したということではありません。彼女の場合はダイエットの相談者として出演したことがあるのです。番組出演時、綾瀬さんはまだ駆け出しの新人女優でした。そのような状況で慣れないことが続いたこともあり、ストレス太りをしてしまったようです。その結果、グラビア撮影などの仕事は激減し、関係者から太りすぎ、でと容赦ない言葉をかけられる日々でした。そこで2001年に番組に出演、ダイエットに挑んだというわけです。そこで彼女はこう宣言しました。1ヶ月で7キロ痩せなかったら地元に帰りますと。このことから分かるように、相当な覚悟を持って番組出演を決意したのでしょう。それにしても今の彼女の立ち位置からすると考えられないお仕事です。この引退宣言から食事制限や運動をメインに減量に挑戦した綾瀬はるかさんなのですが、1ヶ月後体重計に乗ると1.2キロほどオーバーしていたのです。これで引退かと思いきや、彼女は悔し涙を流しながら、もう一度やらせてくださいと頼み込み、再びダイエットにチャレンジしました。そして当初の目標を上回る8キロ以上の減量に成功し、なんとか芸能界引退を免れたというわけです。彼女が今でもスタイル抜群なのは、この経験が生きているかもですね。そんなビューティーコロシアムですが、2011年で打ち切りとなっています。その理由ははっきりとはしておらず、いろいろな説がささやかれています。ネット上には整形失敗による訴訟や事故があったなど、まことしやかに書かれているサイトもあるのですが、そのような事件があったらもっと大々的に報道されているのではないでしょうか。個人的にはそれらはデマの可能性が高いと考えています。考えられる理由としては、クリニック側の整形手術や施術コストと宣伝効果が見合わなくなったというのが一番現実的なのではと思います。それと打ち切りと関連しているか分かりませんが、人気番組にはつきもののやらせ疑惑もありました。この番組ではほぼ毎回これまで受けたひどい仕打ちエピソードを再現ドラマとして流すのですが、その内容に関して明らかに不自然と思える点が多かったのです。というのも、容姿だけでそこまでひどいいじめをすると思わせるエピソードが多々あったのです。特に飛び降り未遂などの再現ドラマは過剰演出じゃないかとの指摘もありました。もちろん世の中には凄惨ないじめなど想像もできないことを平気でやってしまうような人間がいるのも事実です。しかし放送時にあることが掲示板に書き込まれました。その書き込みによると、地元で嫌われている女性が番組に出ていたとのこと。そして例によって辛かった経験の再現ドラマが流れたのですが、その中での嫌われている原因というのは本人に問題があったためらしいのです。番組内では容姿のせいで嫌われ辛い思いをしてきたといったことを話しておきながら、地元では人の財布を盗んだり万引きしたりしていたという投稿内容でした。しかも仕事もせずにパチンコ三昧、最終的には職場で人の金を盗んだことでクビになったとのこと。しかし番組では顔のせいでどこも取ってくれない、タクシーの乗車は断れるなどと話し、悲惨な人生を歩んできたかわいそうな女性として出演していました。どこかで聞いたようなエピソードですね。これに関して番組の指示なのか、それとも本人が嘘をついているのか、はたまた書き込みが捏造なのか、真実は分かりません。ただ数ある番組の1回限りの放送に、有名人でも何でもない出演者に対してわざわざ嘘の書き込みをするとは考えにくいのかなとも思います。他にも再現 VTR に限らず、そもそも演出が過剰なことは放送開始時から指摘されていました。まず整形前のビフォーとして初登場するときは必ずと言っていいほどノーメイクです。さらに地味な垢抜けない格好で猫背のように、いかにも冴えない感じを演出していました。そしてアフターでは整形した上にプロのメイクとおしゃれな服でバッチリめかし込んでいるわけです。もちろん髪型も華やかになっています。メイクと髪型だけでも与える印象が大きく変わることはありますよね。ともかくこれでは極端すぎて整形云々の話ではないという非難の声も多く集まりました。まあビフォーアフターの落差は大きければ大きいほど視聴者にインパクトを与えることができます。あくまでもテレビ番組である以上、いろいろな意図や演出が入るのは仕方がないことかもしれませんが、ビューティーコロシアムはこのように物議を醸したこともありますが、世間に与えた影響は非常に大きかったようです。
もともと日本において整形というものはタブー視されている風潮がありました。それが番組をきっかけに受け入れ始め、美容整形に対してポジティブなイメージが生まれたという点では大きな功績とも言えるわけです。実際放送後は整形希望の相談者が急増したという話もあります。それほど自分の容姿に対してコンプレックスを抱えている人は多いということでしょう。ただし先ほど紹介した出演者のその後を見ても分かる通り、外見を変えれば悩みが全て解決するわけではありません。例えばいじめられていたり恋人ができない理由に内面も関係していた場合には、容姿だけ直しても意味がないわけです。番組に出て変身した人全員が人生を激変して幸せになったというわけでは決してないでしょう。また年を取った時はメンテナンスや不自然になるのではというリスクもあるかと思います。整形はあくまでも手段であって決して魔法ではないということです。とはいえ整形が人生を変えるきっかけになることもまた事実でしょう。まずは自分自身が持てる外見を手に入れることで、今までよりも前向きに生きていくことができるようになるのかもしれません。周りから見てもただ外見が揃っているよりも内面が輝いている人の方が魅力的に映るものです。それでは今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。